24日オリックス2から9西部、京セラドーム大阪、今季限りで現役を引退するオリックスの T 岡田外野手、36、足立良一内野手、36、小田優也外野手、34の3選手が今季の本拠最終戦に揃って途中出場した。最初に登場したのはかつての本塁打王、T 岡田。スタンドには、ありがとう君の劇団忘れない、の横断幕が揺れていた。 5点ビハインドの5回 2C12 で代打出場。これが通算1363試合出場で、今井の直球に浅い中飛に倒れた。そのまま一塁守備につき、7回の打席を迎え前には代打の杉本が左越えに11号ツーランを放った。戻ってきた杉本と抱き合ってから打席に入ると、今井の155キロ直球を右前へクリーンヒット。 プロ19年で通算1193本目の安打を放った。そして9回、田村に対して右翼ホール際に大ファウル。T ・岡田らしい対空時間の長い放物線を書いた。しかし、最後は落ちる変化球に空振り三振に倒れ、ゲームセットとなった。足立は6回に代打で登場。通算1176試合出場で、今井に中すぐだった。 そのまま慣れ親しんだ遊撃のポジションに着くと、飛球とゴロを難なく処理。8回の打席では某から遊撃内野安打し、プロ13年で通算906本目の安打を記録した。681試合目の出場となった小田は、6回西から三塁打を放った同期入団の西野の代走として出場すると、そのまま右翼、中堅と守備位置を変えて守り、8回の打席は某に対して優直に終わった。 この試合の入場者数は36,217人で、2019年6月16日の阪神戦、京セラドーム大阪の36,213人を上回った。2005年の実数発表となってからの主催試合の最多入場者が、リーグ3連覇の貢献者の最後のユニフォーム姿、ラストプレイを見届けた。